て、上記新聖地を恋人の聖地として正式に選定をいたしました。平成27年9月1日より恋人の聖地として活動することを認証いたします。平成27年9月1日 NPO 法人地域活性化支援センター。ありがとうございます。認定者の松井でございます。そして恋人の聖地のプレートがございますので、こちらのプレートを再び選定員からお渡しをいただきます。はい、こちらが。じゃあちょっとお写真を撮りやすいようにお二人に並んでいただき、貼り付けてあるのかなって探しに来ていただければ嬉しいなと思います。ご家族で、そしてカップルでもちろんお越しいただければ嬉しいなと思います。